吉田さん、今日はね YouTube についてちょっと2つお話しします。1つはねよく何をやったら稼げますかとか、確実に稼げる方法を教えてくださいみたいなことを言う人いるでしょ。いや、いると思うんですよ。いや、いたって思ってくださいすいません。これね YouTube じゃないですか。 YouTube って確実に稼げますよね。というのが、例えばね広告収入ってものを考えないといけないというところはありますけども、動画作ってあげれば確実に1円とか2円とか1000円とか2000円とか2万とか3万になりますよね。でマイナスがないじゃないですか。 YouTube やらないとダメですよね。ビジネスのセンスがあるなら YouTube をやる、それ以外ない、それ以上に難しいことからやる必要ない、全部 YouTube からです。 YouTube ね。いや、これが一つですよ、で2つ目が YouTube が有料になったらどうするってことですけども、大歓迎じゃないですか。そうするとね YouTube をアップロードする人がパッと減るんですよ。やった。で自分はやればいいんですよ。 YouTube アップロード、 YouTube のアウトプットにこちらから課金をかければいい話でしょ、で1本 YouTube 上げるのに例えばね300円かかるとしたら、じゃあ動画1本上げるのに500円とか1000円の回収ができるようにしてればいいんですよ。いわゆるメンバーシップ制とかになってきますよね。だからね、ライバルが減るって考えたらいろんな障害が起きるのって私はすごくいいことだと思うんですよね。でも何の問題もなければ過当競争っていう問題が来るんですよね。要するに自分のマーケットが食い潰されるんですよ。ですのでそういう意味で考えると私はね、YouTube の参入者はどんどん増えてほしいなと思うところもあるんですけども、ビジネス的には増えないでほしいなと思うこともあるんですよ。面白いコンテンツがいっぱい上がる可能性が高いんで、みんながやればいいのに、みんなが情報発信すればいいのにと思うんですけども、反面ビジネスってことを考えたら似たようなことをやる人はね減った方がいいなと思うんですよ。でお前が似たようなことやってんだろって感じでしょ。そうですね。例えば有名 YouTuber さんから見ると私みたいなのはね鬱陶しい存在かもしれませんご容赦ください。そんな感じですよね。私がねもしね莫大な費用がかかるんだったら別ですけども、低価格なんだったら YouTube にお支払いしたいぐらいですよね。もう今でも結構払ってますからね、毎月メンバーシップの購読料とそれからプレミアムの費用ですよね。だから結構払ってるんですよね。それからこれは間接的な払いになりますけども、私の広告収入の同等ぐらいは YouTube が持ってってるんでしょ、企業広告からの報酬を。だからウィンウィンですよね、お互い。私がアカウントがなくなれば YouTube の売り上げがそれだけ減るってことですから貢献してるじゃないですか。ということで今日お知らせすることは2つ。確実に稼ぎたいなら何を置いても YouTube やることですよ。 YouTube やったらこれコンビニにバイト行くのと同じ感じですよ。同じ感覚だって、やれば数万円になるんだもん。だからたくさんやれば数十万になるんだもん。今の私でさえねこの活動量でもらってる報酬が数万ですから、活動量10倍にしても多分1日使い切らないんですよ。10倍にしてもね。そしたら報酬10倍になるって単純計算できるんですよ。いや、それでもいいなと思うんですけどね。一切合切やめてしまって私が10倍 YouTube を活動すれば月収100万とかいくじゃないかと思うんですよね。いや本当にそうですよ。シンプルイズベスト。それでは次回もお会いしましょう。